皆さんこんにちは、もかにゃんです。今回はですね、かなり久々に、鉄拳タッグトーナメント2をやろうかと思います。本当に久々です。実況撮ってない間にやっていたのかってなると、それもやっていませんでした。それぐらいね、かなり久々なので、もうコマンド忘れがね、だいぶひどいとは思いますが、ちょっとね、久々にやっていこうかなと思います。どうしようかな。やっぱりゴーストバトルかな。まあ、プレイヤーマッチとか、いろいろありますが、もうほんとね、かなり久々なので、そんな状態でね、コマンドもかなり忘れている状態で、もうね、誰かとオンラインで対戦なんてちょっとできないので、ちょっとね、少し練習をしようかなと思います。やっぱりね、組み合わせは、まあ、鉄拳タッグトーナメント2だと、リリとアリサという感じなので、まあ、レボリューションの場合はね、リリだけなんですが。いやー、いきなりリリとレオか。いやー、ほんともう忘れてると思う。やばいな。絶対やばいな。まあ、ちょっとね、練習して、まあ、思い出しながら、やっていきましょう。いきなり、ちょっともうやめて。ちょっと待って。ちょっと、うちこっち側ダメなの。ちょっと待って、やだ。やだ。もうこっち行きたくない。もう右嫌い。あ、やだやだ、ちょっと待って。痛いよ。オッケー。そっち側行きたい。痛い。あー。ああ、もうダメだ、ほんと忘れてる。あ、やばい。やばい、忘れてる。ほんと忘れてる。タッグコンボ忘れてる。やだ、じゃ痛い、もうやばいよ、ほんと。あ、違うよ。もうね、フレンドさんとかにね、あ、違う、間違えた。違う鉄拳だってよく言われるんですけど、本当そうですね。もう本当やばい。あ、もうね、違うばっかり言っちゃいそう。どうしようかな、次。フェンと誰だったっけ、これ。名前忘れちゃった。ワング？うん。いやー、やばいね。本当に忘れてます、コマンド。コマンド忘れもひどいし、あ、いや、ほんとやばい。あ、やばい、ちょっと喋れない。待って。痛い。やばいわ。あ、違うよ。ちょっと待って。痛い。違うってば。いやー、やばい。待って、ちょっと冷静になって思い出しましょう。違う。いや、ほんと違う鉄拳になっちゃう。違う、待って、やだ。違うよ。やばい。ほんとやばい。ひどい、ちょっと待って、やだ、もう本当に、もう待って、もう思い出そう、コマンドを思い出そう。やばいね、かなり忘れてます。ちょっとこれ、鉄拳のフレンドさんもね、ちょっとまあ鉄拳の動画を上げれば
アップをすれば見ると思うんですけど、もうこんな試合を見せられないです。ひどい。ほんとひどい。いやー、やばい。どうしよう。そうだね。冷静に行こう。うん。もうどうしよう。ひどいわ、ちょっとこれ。やだ！違う。ちょっと待って待って待って。いや、ほんと忘れてる。あ、違う。間違えた。違うよ。ちょっと待って。違う。なんで？あ、壁！やだ！ちょっと待って。やばい。やばい。ほんとにやばい。ちょっと待って、冷静になろう。あ、違う。痛い！あ、違う、やばい。アリサと間違えた。違う、違う。待って待って、冷静になろう、冷静になろう。ちょっと待って待って、待って、やめて。ああ、やばい。違う、違う、間違えた。痛い、痛い、痛い。痛い、痛い。やばい、待って待って。嘘、ちょっと、それやめて。嘘でしょ、待って。あ、出ない！ひどい！待って待って！やばいやばい。違うの、ちょっとね、タッグコンボを入れたかったんだけど、やばい、アリサが出てこない。タイミングがね、その、なんていうのかな、タッグコンボ入るときのタイミングで、まあ、交換ボタンをね、なんていうのかな、タッグボタンを押さないといけないんですが、それをタイミングがうまくいかないんです。やばいね。いやー、ほんとまずい。違う。どうだったっけな。これもね、練習したんですよね。そっち行きたい。よし。違う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 、まずいまずい。いやー、ほんとやばいね。違う違う違う。待って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 。違う、ちょっと待って、違う、痛いよ、痛いよ、やめて、やめて、よいしょ。いやー、ほんとやばい。いや、やだ、ちょっと痛い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 。あ、入んない。やだ、ちょっと待って、待って待って待って。嘘、軸ずれてる。やだ。ひどいね、これはね、ほんとね。やばいです。もうね、うまく実況できません。あまりにもひどすぎて。いやー、コマンドね、忘れ。ひどいね。いや、ちょっと、ピントが合ってないけど、今。ちょっとね、何か映像が映らないと、結構ピントが、ピントずれっていうのかな。で、ちょっとぼやけることがありますが、そこはね、ちょっとご了承ください。相変わらずスマホで撮影をしているのでね。いや、もうそれよりね、ほんとね、コマンド忘れだよ。え、ちょっと待って、このアンナのかっこいいな、かっこいい。え、こんなことできるの？待って、やだ。痛い、痛い、痛い、痛い。嘘。うわぁ、もう、やばい、きつい。あ、違う。もうね、こっち側、ほんとダメ。やばい。違う。喋れないよ。やばい。
やばい、ちょっと待って、ちょっと待って。嫌だ。嫌だ。いやー、ほんとね、ひどい。やばい。やばいやばい。ちょっと待って。違う。どうしてもうまく出ないんですよね。やばいやばいやばい。違う。違う。ああ、違う違う。ちょっと待って。ちょっと待って。思い出そう。コマンドを思い出そう。痛いよ。もうひどいよ。あ、やばい。ああ。もうね、何もできません。いやー、ほんとね、久々の鉄拳なので、コマンド忘れとかね、絶対ひどいなって思っていたんです。で、コマンド忘れとかひどいので、少し練習、一人でね、実況を撮らずに、ちょっと練習をしてから、実況を撮り始めようかなって考えていたんですけど、いやー、ちょっとね、練習をしてからとなると、まあ、ちょっとね、お恥ずかしいなっていうのがね。やばい、喋れない。練習をしてからなんてやってたらね、恥ずかしいので、もうそのままね、そのまま、素でやっていこうかなと思ったんですけど、もうね、あまりにもひどすぎます、これ。やばい、やばい、ちょっと待って。ちょっと待って、ほんとね。やばいね、これね。違う。出ない！アリサ出ない！痛い。やばいね、ほんとね。もうやばい、変な声出たいそう。違うよ。やばい。あ、あ、出ない。ほんと出ない。やばい。あ、やばい。やばい、やばい、やばい。待って待って。やだ！いや、もう同じのなんかばっかり出ちゃうね。あ、違う、なんだっけな、どうだっけ、あ、違う、これじゃない。もうね、私が出したいのはこれじゃなかった。いやー、もうほんとやばい、喋れないね。あ、待って待って、違う、あ、痛い痛い。やばい、無言になってしまう。あ、違う。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。違うんだよ。あ、違うの。これじゃないの。やばい。いやー。もうね。喋れないです。つい黙ってしまいます。もうね、今までね、鉄拳の動画は2本アップしていましたが、あの時も結構ね、喋れなかったし、動画をね、実況撮るようになって、まだそんなに日も経ってなかったっていうのもあって、うん。まあ、うまく喋れてないっていうのはあったんですが、今はね、さらにひどいです。もうね、喋れません。もうコマンドを思い出さなきゃっていうね、必死でね、もう、やばいです。よかった、パーフェクト。ほんとね、待って。ちょっと待って。やばいね。もうほんとね、声、つかね、もう喋れないです。いや、違うんだよね。これじゃないんだよね。届かない。でも怖いわ。もうほんとやだ。違う。ちょっと、やばい。ちょっと待って。
いや、本当ね、忘れてる。あー、違う！もうちょっとだったのに、今ね、頑張って思い出すとこだったんだよ。あ、やばい。あもうね、ただの叫んでる動画になってしまいそう。やばい、ちょっと待った、ちょっと待った。よいしょっと。これがね、最後何だったっけな。よし、こっち側これだ。あちゃ、うっそい、もうやめて。あれ違う、どうだったっけな。こうか。あ、オッケー。そう、ちょっとね、少しずつ、思い出さなきゃっていう感じですね。もうね、喋っていないときは、冷静に思い出そうとしています。うん。コマンドをね、コマンドを必死になって思い出そうとしているところなので、なかなかうまく喋れないんですけど。いやー、これね、ま、鉄拳の、やだー。こっち側やだー。鉄拳の実況ってね、あまり見ないので、違う。その、他の人の実況っていうのね、あまり見ないので、他の人がどんな、よいしょ。ちょっと待って。そう、他の人がね、どんな実況をしているのかっていうのがね、わからないんです。出なかった。そう、他の人がどんな実況をしているのかがね、わからないので、あー、やばい。あ、違う、間違えた。うん、ちょっと待ってよ。待って、あー、出なかった。あーやばい、ほんと喋れない。そう、他の人がどんな実況しているのかっていうのがわからないので、喋りながら実況しているのかっていうのもね、わかんないんです。やだ、もう、あーあーあああ痛い。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、こっち側行きたくないんだけどな。違う。待って、やばいね。痛い。あ、やばい。死んじゃう。そう、他の人がね、喋りながら実況しているのか、ただ単に、戦っているとこだけを実況しているのかというのがね、うん、わからないので、まあ、一応、誰かな、誰だかのは見たことはあるんですよ。うん。ただ、その、なんていうのかな、コンボ紹介みたいな。うん、タッグコンボの紹介みたいな感じで、動画だったりとかしてたので、なのでね、一体、こんな風に実況をしている人がいるのかってなるとわかんないんですけど、やだ、痛い、やだ、キング嫌い。よいしょ、ちょっと待って、どうだったっけな。あ、違うよ、これじゃないんだよ。うん、これじゃないんです、私が出したいのは。うん、あー、入らないか。うん、
いやー、なかなかうまくいかないですね。やばいやばい、ちょっと待って、痛い痛い、それは痛い、それはまずい、やばい、あ、もうやだ、ほんとキング嫌いもうキング嫌い、やだ、やばいやばい、もうね、こっち側無理、やばい、死んじゃう、あー、もうね、右側はね、私ほんと苦手なんです。コマンドわかんなくなる、痛いよー、どうするかな、やばい、痛い、待って、あー、うっそ、ウウウウウ、もうやばいよ、待って待って、やばい、痛い、待って待って、ちょっと待って、あはー、やばいね、喋れないしうまくできないしで、ね、もうね、お、ラッキーボックス、もうね、かなりやばいです。こんな、もうね、鉄拳やってる時はね、もうグダグダは覚悟ですね、もうね、うん、もうグダグダは仕方ない、喋れなくなるし、コマンド忘れがね、ちょっとひどいのもあるので、必死に思い出そうとして、どうしても、なんつうのかな、黙ってしまいます。やばいね。で、まあ一応ね、フレンドさん、まあチャビと、鉄拳やるみたいな感じで、痛い、やるみたいな感じでね、話とかしてはいるんですが、話はね、しているんですけど、いや、ダメだ。やばい、ちょっと待って。やばい。いや、もう、これ、やだー、やばい、ちょっとね、待って、なんだっけ、その、そうそう、チャビとね、鉄拳やろうかっていう話はしているんです、たまにね。あ、やばい、痛い、話とかはしているんですけど、ついついね、ボイスチャットで終わってしまったりとか。痛い。そう、ボイスチャットでね、終わってしまったりとか、あと、違う。ちょっと待てよ。なんだっけ？やばい、ほんと喋れない。待って、違う。そっち側行きたいんだけどな。違う、何してるんだ？やばい。そう、ボイスチャットで終わってしまったりとかね。なので、なかなか、鉄拳をやる。やばい。いやだ、ちょっと待って。なかなか鉄拳をやるっていうのができなかったりするんですけど、本当はね、フレンドさんと一緒にやっていたりするところも実況撮ろうかなって思ったりしてます。鉄拳で知り合ったフレンドさんとかもたまーにインしてるのを見たりとかするので、今度一緒にやろうみたいな話はするんですけど、なかなかね、別ゲームの方行ってしまって、まあ、一緒にできなかったりっていうのはあるんですけど、まあ、近いうちに、まあ、やろうかなと思います。フレンドさんと一緒にね。やばい、喋ってたら本当できない。
やばいね、ほんとね。やばい。やだー。もうほんとやばい。痛い。もう、いや。よいしょ。よいしょ。まずいな。ちょっと待ってよ。待ってよ。冷静に冷静に。待って、ちょっと待って。やめて。違う。ね。あ、違う。あ、もうやばい。ほんとやばい。あー、ダメだ。やばいね。ほんとやばいです。うん。ちょっとこれはね、もう、下手したらボツにしなきゃいけない動画になりますよ。いやー、やっぱり練習してきてから撮るべきだったかな。うん。まあ、次はね、もうちゃんと喋りながら、できるように、一度、きっちりとね、練習をしてから、うん。うわあ、広角地雷。まずいね。うん。きっちりとね、練習をしてから、うん。実況を撮った方がいいかなと思います。まずい、まずい。違う、違う。いやあ、やばい。よいしょ。うん。ちょっとね、冷静になろう。今、もう、ね、30分ぐらい時間経ってるけど、今更だけど、ちょっと冷静になろう。よいしょ。あ、出ないな、やっぱり。ダメだね。アリサが出てこない。あ、違う。投げをやりたかったわけじゃないんだよ。違う、違う。待って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 。まずいね。あ、違う。違う。あ、痛い、痛い。よいしょ。いやー、やばい。本当にやばい。とりあえず、降格は免れました。いや、ちょっとね、もう、少しね、冷静に戦えるように、練習をしてから、やらないとダメかなと思います。まあ、ちょっとね、もう今回はあまりにも、ひどすぎるので、今回はもう時間もね、28分、もう30分近くになっているので、ボツにしようか、ほんとね、迷うくらいひどい鉄拳だったと思います。まあ、今回はね、かなり期間も空いて、で、練習もせずにいきなり鉄拳という感じで、はい、こんな感じでやっていきました。で、次はね、ちゃんと練習をして、コマンドもちゃんと思い出してから撮って、どれだけ変わるのか、変わるかどうかわからないですけど、変わるのかどうかというね、まあ、比べてみる動画みたいな感じでやってみようかなとも思います。ということで今回はひどい動画ではありましたが、アップします。はい。ほんとね、最後まで見ていただけて、見てくださった方はほんとね、ありがたいと思います。ありがとうございます。もう練習します。頑張って練習します。はい。ということで、はい。今回はここら辺で終わりにしようかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の、鉄拳タッグトーナメント2でお会いしましょう。バイニャーン。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録ボタンからポチッと登録お願いします。Twitter は動画説明欄の URL からフォローお願いします。それでは、
次回の動画でお会いしましょう。バイニャー。